こんにちは。今日の切り抜きニュースは、僕は何が言いたいかっていうと、目の前見てるんですよ。人生ね、1年後とか2年後しか見てないんですよ。あ、いや、あなたが変わってますねって言われません？変わってますねって言われた時なんて答えます？そうですね、あのね、変わってますねって言われて、大体いわゆる多数派の人って変わってますねって言われたらなんて言うと思います？そんなことないですねっていう人は一番変わってます。で大多数はどこがって聞くでしょ。いや自分どこが変わってるんだろうって聞くんですよ。これ多数派ですよ。あのね、変わってる人は変わってませんって言うんですよ。で、あの質問されてる方は、まあ自分が変わってることは自覚はされてるんですよ。自覚してるから、あ、変わってること言われますよね。ただどこがって聞かないから、どんどん変わっていっちゃうんですよ。普通は変わってますねって言われたら、どこが、橘さんから見て私はどこが変わってますかって聞いて修正を加えるんですよね。別にそれ修正加えろって言ったわけじゃないですよ。だから目の前を見てる人にしか僕には見えないんですよ。本人は否定されてるけど、で僕はそのもっとこう5年後10年後とか全体、日本全体とか見てるんですよ。これが冷静な分析をしてる人間の感覚なんです。でもあなたの場合はそうは見てないんです。私もどこがって答えると思います。確かに人から指摘されたことは直そうとしますね。それではご視聴ありがとうございました。多くの国民が NHK に受信料を支払わないことによって NHK をぶっ壊す。